はい、皆さんこんばんは。今日ね、2017年4月の28日に、ついにね、マリオカート8デラックスが発売されました。それでね、僕も今日仕事行く前にこのソフトを買って、それでちょっとね、職場のね、同僚とか上司とね、ちょっと一緒に遊んできたりしました。で、やっぱね、基本的な操作っていうか、ゲーム自体は Wii U のマリオカート8とほとんど変わらないんですよ。だけどね、やっぱり自由にね、いろんな場所でいろんな人とね、対戦できたり、レースできたり、バトルできたりね、そういう楽しみ方ができるようになってるので、結構ね、やっぱスイッチで出て嬉しいですね。それで今回はね、このスイッチで新しくね、追加された、バトルモード、せっかくなんでね、ちょっとそれをね、やっていこうかなと思ってます。さっきね、ちょっと遊んでたんだけど、僕のキャラはこれですね。でね、やっぱ僕バイクが好きなんで、バイクっていうか二輪が好きなんで、ちょっとね、まだ最初の方なんであんまりパーツもないんだけど、これでね、参戦しようかなと思います。はい、ちょっとね、完成になりましたね。はい、今回から新しく追加になったキャラのイカがいますね。ボーイ、イカボーイがいます。それと、イカボーイあれでも点数ついてないからコンピューターなのかな？さてさて、観戦モードになりましたが、ちょっとじゃあね、ここはカットしていきますね。はい、それじゃあね、参加することになりました。コースはね、これもちょっと新しいかな。このルイージマンション、前作のマリオカート8ではなかったかな。じゃあよろしくお願いしますってことで、ルイージマンション選択しましょう。人数は9人か。ん？違う。10人になった？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10人ですね。じゃあ10人でバトルの方をやっていこうと思います。で、インターネット対戦ね、これは、コースが決まりました。これはどんなバトルになるかはちょっとまだ実際始めてみないとわからないので、日本の方が僕の他に3人いますね。ドッカンボム兵、これは爆弾を使って相手をね、やっつけるバトルになります。じゃあやりましょう。いきますね。よいしょ。このね、まずは爆弾を取んないとね。よし。さあ、これで、今回からアイテムが2つ持てるようになってるんですよ。さあ、どっかにいるかな。風だ。よいしょ。2発。さあ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 。当たんないね、なかなか。うわ、当てられた。やっぱ悔しいですね、やられるとね。あいつか、あくそ。うわ、うまいな、みんな。どこ行った？なんかどっかで爆発して、おダメか、なかなか難しい、遅い。あ、ちょっと待った、うわ、みんな強いな。よし、初めてやった。よし、さあ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 、いくよ。もう危ない。あ、くそ、やばい、風船が。これはピンチ。みんなうまい。
です。危ない。やられちゃった。うまいなみんな。さあ風船3つで復活して、さあ爆弾の手に入れないとね。この飛距離がね、どれぐらいあるのかもわかんないし。うわ、ダメだ。あ、くそ。あ、くそ。みんなうまいな。あ、くそ。やっぱね、やり込んでる人にはね、今いたね。よし、なんか止まっていたからやっつけちゃった。いいのいいのこういうのもある。よし、よし、後半結構いったんじゃない。うん、8位。さてさて、こんな感じですね。ドッカンボム兵、そしてさあ次は何になるかな。あ、ここも新しいコースだね。ここはスプラトゥーンのコースだね。デカライン硬化した、楽しかった。よし、じゃあね、もう一回行きましょう。風船バトルか。これは風船割り合うやつね。今度は爆弾じゃなくっていろんなアイテムを使いますよ。さあ行きましょう。よし、危ない。今どうだと思った。危ない、危ない。よいしょ。このね、曲がるコーナーリングのね、バナナ。さあ何が出る。バナナ。あ、バナナ。あ、しくじったな。むずいね、やった。さあボム、やばいやばいやばい。さあ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 、気を取り直して。うまい人はもうグリングリンから動かしてんだろうな。アイテム2つ目も来ましたよ。画面が暗い。よし、もうね、よし、ここでよいしょ。あ、胸今振りそうになった。よし、あっ、くそ、危ない。あ、危ない。こんなところに止まってたら狙われる。よし、あ、取れない。止まったらね、いい的になっちゃうんで、常に動きながら行きましょう。よし、さあ、あ、くそ。やっぱ上手い人はうまいな。あ、もう時間ない。うーわ、やばい、焦る焦る、気持ちだけが焦る。アイテムがなかった。あー、なんで。よし、一回当てた。一回だけ当てた。よいしょ、危ない。よしよし。さあこのね、あ、手で下げたね。よし、はい、テレサとハイヤーボールの組み合わせで。よし、
あーそう、みんなうまいな、ビリッカスだよ。あ、それもなかった。うん、うまい人はうまいね。じゃあね、まあ、こんな感じでちょっと、マリオカート8レダックスやってみました。もう一回だけやろうか、せっかくだ。何やろう、どこのコースにしよう。やっぱルイージマンション、よし。点数は僕が今一番低いので、なんとか、これはね、単純にコインを集めていけば OK です。アイテムを使って相手を攻撃して集めたコインを奪うっていう作戦がありますね。よし、爆弾だ。危ない。コイン。コイン。よいしょ。コインをね、いっぱい集めないと意味がないので。よっしゃ。あ、いっぱい持ってるやついた。アクセル。コインコインコイン、よし、怖い怖い怖い、よいしょ、危ない、さあブーメランで、あー爆弾、危ない、危ない、ブーメラン飛んできてる、パイヤ飛んできてる、危ない、うん、捕らえた、来た、消えた、よいしょ、さあさあコインを、あ、コインいっぱい持ってるあいつ、あ、くそ、やめろ、あ、くそ、よし、あった、よし、あ、でも1枚しか持ってないよ、ああ、あそこにいっぱい、コイン2枚だけ、ひでえな、ギリにはなりたくない。よいしょ。よしよしよし。集めた金をね、落としたの拾わないといいな。ね。あ。ダメだ。やられた。2枚になっちゃった。あ、それでもよかった。よし。まあね、こんな感じでバトルも結構面白いので、またよかったらね、スイッチでマリオカート8デラックス一緒にね、やってくれる人がいたらまた一緒に遊びましょう。それじゃあ今回はね、この8デラックスのバトルをね、やってみました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼します。